こんにちは。本日のマッチはドイツ対日本、ベルリンオリンピアスタディオンよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況はジョン・カビラです。さあ七海さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。選手が入場してきました。日本国国歌お聴きいただきます。ドイツ国歌お聞きいただきます。プレイヤーリストです。ドイツから見てまいりましょう。ゴールキーパーノイアー、メルテザッカー、ウメルス、ボアテング、ヘベデス、シュバインシュタイガー、ヘディラ、トニクロース、ゲッツェ、ネストエジル、そして前線にミュラー、続いて青江側日本、ゴールキーパー川島、森重、吉田、内田、長友、長谷部、本田、山口、そして前線に岡崎、香川、大迫。まずファーストハーフ見ていきましょう。ドイツ対日本、エキシビションマッチです。さあ七海さん、本日の試合どの選手が一番気になりますか？ネストエジルですね、はい、高い個人技とボールコントロール、決定的なラストパスの持ち味です。なるほど、そういった部分にも注目しながら今日の試合見てまいりましょう。いやー、ファインセーブですよね。素晴らしいですよね。チャンスですね。ネストエジル、ミュラー、ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。縦にボールを送ります。大迫、カウンターを仕掛けます。いいパスですね。サイドを縦に走らせます。大迫、マイナス気味、ヘディラ、ゲッツェ、さあミュラー、サイドから上がります。抜けてくる、これを打てるか、シュート、ボールがこぼれる、前線へのボール、このボールをカットします。前半はまだシュートが打てていない日本。自分で行く、打つ、惜しい。山口、長谷部、内田へ、西
サイド上がっていく。トニクロース、ベストエジル、ヘメです。抜けてくる、このボール争い、このパス超えるか、すごいですね。さあメストエジルへ、シュートコースがなかったですよね。エリア内混戦してましたからね。前半31分が過ぎたところ、前半も残り時間が少なくなってきました。スコアは0対0。ボールを離しません。いや強いですね。ゴール、ドイツから先に得点を奪います。直前のドリブル、素晴らしいものがありました。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね。先制ゴールが決まりました。1対0。いやー、やっぱり先に点を取れたっていうのは大きいですよね。日本1点を先行しています。メルテザッカー、クリアします。スローイン、これは見逃してもらえませんでした。今ぐらい厳しくいかないとチャンスを作られてしまいますからね。さあこのフリーキック、追加点のチャンス。直接か、ちょっと狙いすぎて壁に当たってしまいましたけど、ナイストライですね。ディフェンダーに高さがありますから、ショートコーナー使ってリズム変えていくのも一つだと思いますね。この高い守備陣どう崩すのか。さあ自分で行くか、パースを選択するか、自分で持っていく、内田シュート、ボアテン、これはクリアします。長友、大迫に渡る、裏を狙う、うん、いい展開ですね。岡崎、ゴール、大きな追加点、素晴らしいクロス、ピンポイント、こういったヘディングシュート、焦らずに落ち着いて決めてくるあたり、素晴らしいですよね。日本さらに1点を追加し2対0としています。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができる。ここで笛、前半が終わりました。いやー、先ほどの追加点もこのまま終わると思ったんですけどね。そうですね、このゴールは大きいですよね。この1点の持つ意味は大きくなってきそうですね。チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合、引き続きセカンドハーフに突入します。日本が2対0とリードして後半を迎えます。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。
ディラ。ディフェンスのね、前を向かせないポジショニングと、それからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね、うん、そうですね。長谷部、森重、大迫、中央一人で行く。ライン裏狙いましたね。ここはオフサイドありません。ギリギリのところ抜けてきましたね。これはクリア。ボールをコントロールする、抜けてくる。さあシュートか。ここは先に触ります。ボアテング、ゲッツェ、ここがミラーへ。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。日本としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今守備に集中して隙があったらゴールを狙うスタンスでいいと思いますね。大迫に渡る。これはつながりませんでした。 2-0 で日本リード。浮かせて裏を狙う。シュバインシュタイガー、ヘメです。トニクロース、シュバインシュタイガー、メルテザッカー、ボアテング、シュバインシュタイガー、ヘメです。シュバインシュタイガー、ボアテング、ゲッツェ、ケディラ、ホンダ。ボールが収まりません。一人で行くのか。まだありますよ。拾います。後半31分です。大迫、今日得点を挙げています。かなりプレッシャーかけてますね。後半の36分が経過しました。味方を走らせる。ボールつながります。もう少し攻撃のスピードを上げるスイッチをどこかで入れた方がいいですよね。そうすれば相手の守備も混乱すると思いますね。日本、ここでファウルを取られます。後半の41分を回ります。これは繋がりません。グメルス、トニクロース、グメルス、ベストエジル、スルーパス、最後フリーですね。自分で行く、こぼれる。なんか3人いますね。シュート、惜しいシュートです。に渡る。ここで受ける。シュート。ここで笛です。2対0。日本、素晴らしい勝利です。